こんばんは、あいかです。今日はですね、1月のお気に入りアイテムを紹介していきたいと思います。いや、もう2月ですよ。毎月言ってますけど、やっぱり早いです。1月はスプリング立ち上がりの月なので、本当にたくさんのアイテムが発売されたんですが、その中でも特によく使ったなというものを集めてみました。それでは一つずつ見ていきましょう。今回選んだお気に入りアイテムの中でも特に一番よく使ったなと思うものから紹介していきます。それがこちらです。今日もつけているんですが、ジバンシーのローズパーフェクトです。これはもう本当に中の色も可愛いし、パッケージも可愛いですよね。なのでお出かけのポーチにもよく入れてましたし、買う時に3色迷ったんですが、実際使ってみて3色とも買ってよかったなという結論に至りました。というのも、これを買った時、私自分の中でピンクブームが来ていて、530番がマグネティックレッドっていう名前なんですけど、つけてみると結構オレンジ味があって、ちょっとこのカラー出番少ないかななんていう風に思っていたんですが、実はですね、この後紹介する1月のね、お気に入りのアイシャドウパレットとすごく相性が良くって、結局3色とも同じくらい出番がありました。で、若干スースーするんですけど、マキシマイザーとかに慣れてるとあんまり気にならないですね。で、これくらいしっかり発色してくれるんですけど、テクスチャーはリップバームみたいな感じなので、カジュアルなメイクの日やお家で過ごすんだけど保湿も兼ねて、ちょっと色のつくリップ使っておきたいなっていう時なんかにもさっと塗ることができます。こちらはお揃いにしましたっていうコメントもたくさんいただいたアイテムです。じゃあ次、2つ目はアイシャドウパレットです。アイシャドウもディオール、スック、シャネル、それからこの前紹介したルナソルともたくさん出たんですけど、その中でも買ってから連日手が伸びているのがこちらです。トムフォードアイカラークオードのペルードペッシュです。限定色でオンラインでも瞬殺だったそうで、結構買い逃しちゃいましたっていうコメントもね、いただいたパレットです。トム・フォードの2022年のアイシャドウといえば、これよりも先に2月発売の新しい3色のパレット、こちらの方が雑誌とかにもよく掲載されていたので、私もこれ発売になる直前まで全然知らなかったんですよね。で、たまたま発売日にカウンターに行けるタイミングだったのでゲットすることができたんですが、これすごく便利です。もちろんこのパレット単体でも使えるんですが、レビュー動画の中でも言っていたこの左上のカラーですね、これが私のまぶただと馴染みすぎちゃって、こう乗せても乗せてもこう色が消えていくというか、スウォッチで見るとしっかり色出てるのに、まぶたに乗せると色がわからないみたいなことを言っていたと思うんですけど、これが逆に今すごく役に立っています。どういう時に使うかというと、特に自分にとって苦手なカラーだったりとか、あと発色がねしっかりしているカラーですね、そういったものをこうアイホールに馴染ませた時、ブレンディングブラシでぼかしても結構この境界線が目立っちゃったりすることがあるんですよね。で、その時にこの左上のカラーが出番です。これをだいたいクリース部分あたりですね、そのぼかしたいところに重ねると本当に綺麗に馴染んでくれるんですよね。で、こちらのパレットは既存のねアイカラークオードとちょっと質感が違っていて、ゴリゴリのマットでもないんですけど、ちょっと陶器っぽく仕上がるような面白い質感なんですよね。なのでこのパレット4色で仕上げるとラメ感とかパール感っていうのはないので、今日はこのパレットにこちらのメイクアップフォーエバーのスターリットパウダー、これを重ねています。今日使っているのは03番なんですが、これね、私メイクアップフォーエバーのアイテムの中でも結構隠れた名品だと思っています。今までもねお見せすることあったと思うんですが、こういうルースタイプのアイシャドウで、もうキャップ開けるとこのキャップのね内側についた分くらいで両目こと足ります。で、そのまま見ると白かったんですが、キャップの角度を変えると色味わかると思います。ちょっとピンクっぽいんですよね。出してみました。粉のまま見ると真っ白で、伸ばすとこんな感じで偏光のピーチピンクっぽくツヤが出てくれるので、これを目頭とか、あとまぶたの中央とかですね、そういうツヤツヤさせたい箇所に最後重ねて使っています。なのでこれこれこれのね3セットでメイクする日が多かったです。じゃあ次のお気に入りアイテムですね、ハイライトです。ハイライトはホリデーの時もねたくさん可愛いの出ましたよね。でもその後もチークと並んでハイライトも自分の中でまだブームが来ていて、特にこの乾燥シーズンに湿度をね演出してくれる練り系のアイテムを使う日も多かったです。ということで今回選んだのがこちら、コスメデコルテのリップイングロウクリームハイライター01番です。使い込んでて表面があんまり綺麗じゃないんですが、こういうジャータイプのクリームハイライトです。で、これはね本当にごく少量でいいです。で、伸ばすとあまり見えないかもしれないんですが、この辺りなんですよね。
色はほとんど出なくて、今ねちょっとたっぷりめに撮ってるので角度によって白っぽく見えるかもしれないんですが、薄く伸ばしてあげると綺麗なツヤ感だけ出てくれます。こういう細かいパールがぎっしり入ったタイプってうまくぼかさないと本当にそこだけ白くなりがちなんですが、これはすごく伸ばしやすくて、そういった失敗もしづらかったですね。で、伸ばした後の表面が全然ペタペタしないんですよ。なんかむしろサラッとしてくれて、ちょっとしっとり感のあるパウダータイプのハイライトを使ったのかなっていうくらいになってくれるので、練りアイテム使ってみたいんだけどその後ペタペタするのが苦手だなって思っていた方でも使いやすいかなと思います。これ結構人気アイテムみたいで、一時は完売している店舗なんかもあったんですが、限定品ではないのでよかったらチェックしてみてください。はい、そして次のお気に入りアイテムはやっぱり外せないチークですね。他の動画でもよく言ってるんですが、空前のチークブーム自分の中で来ています。で、またね新しく買って気に入ってるカラーもあるので、それはまた購入品動画で紹介したいと思うんですが、1月に一番たくさん使ったチークがこちらです。スックのメルティングパウダーブラッシュの02番です。こんな感じでスウォッチで見ると結構白っぽいピンクに感じるんですが、ブラシでふわっと入れてあげるとそこまでこうピンクチーク入れましたみたいな感じにならずに、こう肌の血色感と程よく馴染んでくれます。まあ、ほんとここ数年はチークっていうとベージュ系、それからブラウン系、あとはこう暗めのローズ系ですね、そういったカラーを使うことが多かったので、こういうザ・ピンクっていう感じのカラーを使うのが久しぶりなんですが、大人っぽいくすみ感があることと、それから馴染みの良いちょっと黄み感があるところですね。そういったところで大人の女性でも使いやすいピンクカラーかなと思います。で、今回ねこのスックの新しいブラッシュが出るということで、すごく発売楽しみにしていたんですが、一つね心配していた点があったんですよ。それがチークケースの厚みですね。スックのブラッシュといえばこのねケースの薄さも人気のポイントの一つだったんですが、これが厚くなってしまわないかちょっと心配していたんですけど、大丈夫です。こんな感じ、今までのものと比べると、まあ、若干厚みは出てるんですけど、まあ、それでも全然薄い部類ですよね。よかったらスックのねメイク動画も上げていますので、気になる方は合わせてチェックしてみてください。はい、次のお気に入りアイテムはマスカラです。これはね実は2月発売なんですけど、少し早めにですねブランドさんの方からいただいて実際に使っていたものです。それがこちら、エチュセアイエディションマスカラです。これ最初はカラーがおしゃれだなと思っていたんですが、実際に使うといいところ他にもたくさんありました。エチュセのマスカラというと、今までもマスカラベースですね、コームタイプのマスカラが出ていて、でそれもいろいろカラー展開があって、本当にこうまつげをね繊細にこう細く仕上げたい時はそのベースだけで仕上げる日もあったんですけど、満を持してマスカラが登場しました。で、まずはちょっと色味を見てもらおうかな。来月何買うの動画の中でも詳しく紹介しているんですが、こんな感じですね。一応パープルとグレーということなんですが、私はこっちのパープル、結構ネイビーとパープルの間みたいな色味だなというふうに思いました。で、両方使っているんですけど、私が特に気に入っているのはこっちのグレーですね。グレーなんですけどまつげが白くなりすぎません。今年の春いろんなブランドからカラーマスカラ出ていますよね。で、春というとやっぱり可愛らしい白っぽさのあるパステルカラーを連想するんですが、今年はマスカラに限らずアイシャドウとかもなんですけど、そこにこうプラスしてくすみ感があるのが特徴かなと思います。なのでマスカラもそういった白みとくすみ感がねあるようなカラーがよく出ているような気がするんですが、その中でも私がこの春ね挑戦したかったのがグレーなんですよね。で、グレーのマスカラ合わせるアイシャドウの色によってはこう悪い意味で目元がくすんじゃったりとか目力が弱まっちゃったりとか、こうデイリーに使うには難易度高いなっていう風に感じていたんですよね。でもこのエチュセのはグレーなんだけどグレージュを意識して作っているそうで、パッと見てもそこまでこう白みが強すぎないんですよね。今までのカラーマスカラって色味がしっかりわかるようにこうまつげ一本一本に絡むようなマスカラ液って言ったらいいのかな、結構粘度の高いものが多かったんですよね。エチュセに限らずなんですけど、こうサラッとした扱いやすい液状のものが増えたなと思いました。で、こちらも非常にサラッとした液でなおかつツヤがね持ってくれます。なので白みのあるカラーでツヤ感が失われてしまうとこう余計にパサついて見えるというか、こうパウダーとかアイシャドウがついちゃってるのかなっていうような目元に見えるので、結構カラーマスカラってツヤ感が出てくれることって大切かなと思うんですよね。そういった質感の面でも非常に良かったです。で、グレーの方ばかり紹介してしまう
まったんですが、こっちのネイビータイプだと白目をね綺麗に見せてくれる効果もあるかなと思います。もうすぐ発売なので店頭でね見かけた際にはぜひ色味チェックしてみてください。次のお気に入りアイテム、今日も使っているんですが、視聴者さんからいただいたトラックオイルナンバー3です。ありがとうございます。こちらサブちゃんのプレゼント開封の動画で紹介させていただいたんですが、コメントとかでもこれ本当に人気で品薄なんですよっていうのを教えていただいて、すごくレアなアイテムを送ってくださったんだなと思って、より一層ね嬉しかったです。ありがとうございます。これねサブちゃんで紹介した時となんか形状違うって思ったかもしれないんですが、当初はこういうガラスのキャップがついていて、まあ、本当に薬の瓶みたいなデザインになっているんですけど、一緒についているこのちょっとシリコンっぽいようなアプリケーターに付け替えることができて、これだとこう先端がノズルみたいな感じになってくれるので、より適量を出しやすくなります。でこれ香りがいいだけじゃなくって、本当にねツヤ感が私の好みにぴったりでした。このあたりを好みのツヤ感出そうとすると結構重めのオイルをつけないといけなくって、量が多すぎたりとか、あとちょっと上の方からつけちゃったりするとすごくこう濡れた感じ、こうウェッティーな、なんか髪乾かしてないのかなみたいな仕上がりになりがちなので、こう好みのオイル見つけるのが結構大変なんですけど、これはテクスチャー自体は結構トロンとしてるんですが、実際につけるときもうこの辺りからこうさーっとね手ぐしで溶かすような感じでつけても重すぎることもなく、本当にこう毛先にだけしっかりこうまとまり感とツヤ感が出てくれて、使用感もとっても良かったです。本当に貴重なアイテムをありがとうございました。じゃ次のお気に入りアイテムは香水なんですが、2つあります。まず1つ目は後ろに飾っていたんですが、こちらルイ・ヴィトンのコントロモア、こちらも視聴者さんからいただいたアイテムです。ありがとうございます。でこれ気に入ってるっていうのはね、他の動画でも言ったかもしれないんですが、あと私の編集が間に合っていれば直前にルイ・ヴィトンの香水レビューの動画を上げていると思いますので、そちらでも詳しく紹介しています。なのでこの香りについてはぜひねそちらの動画を見ていただきたいんですが、一言で香りの系統を説明しておくと、バニラだったりとかほんのり、まあ、チョコレート、ココアみたいな香りもするんですが、多分今のキーワードで想像された香りとはね全然違うと思います。もう本当に上品で、もうずっと嗅いでられる。でルイ・ヴィトンの香水のすごいところって、この香りに限らずやっぱりヴィトンの香水だよねってこう納得がいくというか、ルイ・ヴィトンのあのお洋服だったりとか、ブティック行った時のあの雰囲気だったりとか、あのイメージに本当ぴったりなんですよね。まあ、私そんなにヴィトンに詳しくないんですけど、そういうヴィトンのこと詳しく知らない人でもヴィトンに対して持ってるイメージをまんま香水に表してるなっていう、こう通ずる世界観みたいなのがちゃんとどの香りにもあるんですよね。そこが一番すごいなと思いました。まあ、ヴィトンの香水は私もねブティックに試させてもらいに行ったことあるんですけど、思っていた以上に種類が多くて、その時は結局一つにこう絞りきれなくって買わずに帰ったんですが、もうドンピシャで私がね好きな香りを選んで送ってくださって本当にありがとうございました。そしてもう一つよく使ったのが、今ねフルボトルがものすごく欲しい香水です。それがこちら、サンプルボトル、ここまで使い切るのがこう悲しいなって思った香りってあったかなっていうくらい、もう少しずつ大切に使っている香りなんですが、ゲランのイリストレフィエです。でゲランの香水はこの後ろにも飾っているんですけど、去年アドベントカレンダーに入っていたのでたくさんね試すことができたんですが、その中に入っていなかった香りとして銀座6のゲランブティックで紹介していただいた香りです。 BA さんたちの中でもすごく人気の香りということだったんですが、イリス系の香りでここまでハマるものがね今までなかったので、初めて嗅いだ時はとにかくびっくりしました。まあ、イリスってすごくこう香料もね貴重ですし、どうしてもこう価格帯もちょっと高めのね香りが多かったりとか、あとこうパウダリーさがあるので少しクラシカルな雰囲気のものが多いような気がしていたんですよね。なのでなかなかこう手を出すことがなくって、まあいい香りなんだけどちょっと買っても普段の自分のカジュアルな格好とかには合わしづらいかなと思って勝手にこう遠ざけてたんですけど、そういう先入観って捨てなきゃダメだなっていうのを分からせてくれた香りです。で今ねすごくこうイリスって言ってたので、こうイリスが前面に出てるかと思いきや、実はこれコーヒーの香りがします。
で、コーヒーとイリスっていうのでもうだいぶわけがわかんない組み合わせだと思うんですが、それがやっぱりゲランの手にかかるともううまくこう調和が取れて、当たり前ですけど一つの香りとしてこうきちっとね完成されてるんですよね。ちゃんとイリスのパウダリーさも感じるんですが、最初こう嗅いだ時にコーヒーがこう来るので結構ガツンとしてるのかなと思いきや、そこにイリスのこのパウダリーさがマッチしてくれることで全体的にはまろやかな香りに感じるんですよね。だからこれはね、男性がつけてても女性がつけてても素敵だと思う。私もこれはね夫婦でつけたいなと思いました。他にはない香りって香水をねこう褒めるときによく使われる言葉の一つだと思うんですが、これは本当に他にはない香りだと思う。フルボトル欲しいよね。ちなみにこちら 100ml で 46,200円です。ねえ、2月もいっぱいベースアイテムはじめ新作コスメ出ますし、どのタイミングで買おうかっていうのがね課題ではあるんですけど、いつかフルボトルを手に入れたい香水ですね。はい、ということで1月のお気に入りアイテムいろいろ紹介してきたんですが、最後はですね電子書籍で買ったのでちょっと物がないんですが、はい、漫画です。それが今ドラマにもなっているミステリーという流れです。これは本当に年末のねお休みの時かな、まあ、なんかこう漫画をね読めるようないいタイミングの時に、それこそネットサーフィンしてたらよくバナーで出てくるじゃないですか、お試し読みみたいな。で、私ああいうの見ると、まあ、これ読んじゃうと買っちゃうから読まないぞって思ってるんですけど、なんかねその時出てたバナーがすっごく気になるような内容で、そこから試し読みして一気にね電子書籍で9巻まで買って、でその後すぐにね新刊の10巻が発売になったのでそれも購入して、今も移動中とかにね読み返している漫画です。こう全く新しいジャンルの漫画を一から買うっていうのがすごく久しぶりだったんですが、もう読みやすいし世界観にこう入り込みやすいし、まあ、少女漫画らしい恋愛要素みたいなのがこう前面に出てないところもすごく良かったです。まあ、一つ一つの事件はコミックス一冊とか、まあ、一冊半とかでちゃんとこう解決していくんですよ。でもこう全体に何か共通した伏線が貼られていて、まあそれをねやっぱり回収するまではもう気になって仕方がなくって、これは新刊出るとこれからも買い続けるなと思っています。でドラマも一応録画して見てるんですけど、まあ、ドラマか漫画かって言われると私はやっぱり漫画派ですね。まあ、10巻が出たばかりなので新刊はもう少し先になるかなと思うんですが、まあ、今回私がなんで電子書籍で買ったかというと、無料のやつを読んでて次の日紙媒体で買いに行くのが待てなかったの。もうその数時間も待てなくってすぐ続きが読みたいと思って電子書籍で買ったっていうぐらいお気に入りの漫画なので、まあ、気になる方がいらっしゃったらぜひドラマね連載中ですので見ていただくか、漫画多分試し読みみたいなのもあると思うので電子書籍でねチェックしてもらえたらと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は1月のお気に入りアイテムを紹介しました。皆さんも1月ねスプリング立ち上がりなのでたくさんコスメ買ったかなと思うんですが、特に気に入っているアイテムあったらコメント欄でシェアしていってください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。